じゃあですね、まず写真を撮られる方も多いので、河原さんが今首からかけている球場に入るためのゲストパスは僕が預かっておきましょう。多分たくさんの写真撮られますんでね、これは後でスタッフさんに任せていただきましょうね。河原のいいをつけてください。エラーですか。はい、エラーです。改めまして関西の大きな拍手をお送りください。よろしくお願いします、どうでしょう、今日はですねスペシャルライブと始球式も担当していただくということなんですけども、甲子園は今年何回目ですか。今年は2回目です。2回目。はい、気になりますね。1回目の結果、試合結果いかがでしたか。1回目は12回延長行って同点だった試合でした。それは、ちょっとね、寂しかったというか、勝ち欲しかったかというか、その時は岩崎投手も投げられて、もう長いってことはそれだけたくさん選手さん見られるってことなので、匠織には尽きる試合です。そう、匠織勝って欲しかったですけどということになりましたけれども、野球がめっちゃ好きなんですよね。野球しか好きじゃないってぐらい野球が好きです。今日は子供祭りということで、子供の頃の夢なんかも聞きたいと思うんですけども、はい、今シンガーをされてますが、子供の頃のマリナさんの夢って何だったんですか。歌手一本でした。歌手一本、はい、いつから目指し始めました。物心ついた時から歌手になりたいと思ってます。そして歌手として今活動されていると。はい、なかなか口にはできなかったんですけど、実はちっちゃい時からです。なるほど、はい。そんなマリナさんが野球に目覚め始めたのは、だって生まれ福岡ですよね。はい、いつ頃からですか。生まれつきなんですよ、ほんまに。ふざけてるわけじゃなくて。そんなことないでしょ。親族代々めちゃくちゃ野球が好きで、家族がもともと野球好きだったんですね。そうですね、特におばあちゃん家がもうこの甲子園のほど近くにあって、毎年夏休みはここに通って甲子園見て、高校野球見て、はい、ダルビッシュ投手が登板してる時も見ました。佐藤義則投手も見ました。野球好きだからですね。本当に見まくって育ちました。大学、関西学院大学で、はい、近本選手の、はい、すみません、後輩かな。いや、私の方が年を取っています。わざわざ言わなくてもいい、内緒にしといていただけたらいいな。いや、嬉しいです。はい、ね、近本選手、まあ、今日は始球式もしていただくということで、まあ、4万人以上が見られる中での始球式、はい、練習ってしたんですか。始球式は1日おきに練習しました。なんで1日おき、肩休めて。そうですね、肩休めることに覚えて。そんなに使わないと思うんですけど。はい、どうでしょう、今日の自信は。ゴブゴブですね。ゴブゴブですね。じゃあ、はい、本業であります歌でまずは、ここで力を発揮していただいて、ちょっとでもね、リラックスした状態で、はい、満員の中で投げていただきたいなと思います。さあ、はい、アイキャットラインについても少しお聞かせください。はい、もう歌詞を見ていただいたら分かると思うんですけども、野球に込められた思いが綴られたというところが、まあ、ふんだんに込められてますけども、はい、どんな感じで作られたんですか、曲は。最初は、実は鳴尾浜に一人で行った時に、見た景色、戦っている選手さんの表情とか言っているインタビューの言葉とかをモチーフにして曲を書き始めました。じゃあ、ナイキャントライが生まれた経緯というのは、なるほどで見た野球の経験が歌詞に詰め込まれていると。そうです。だから結構心を打たれる歌詞に仕上がってるっていう。そうですね、もうピンポイントにこの歌詞はこの人を描いてとか、まあ、自分と重ねて、勝手に重ねてとかで書きました。ぜひその歌詞もじっくりと堪能していただきたいと思いますが、今日は2曲続けて披露していただきます。最後に僕からですね、この後ワンマンライブの予定も決まっているということで、ちょっと指標変わりますが、よかったら宣伝してください。はい。